ドンパノスドンパノス、1935年2月13日から2018年9月12日は、アメリカ合衆国の起業家、IMSA会長、名誉副会長を務めた。米国の後発医薬品製薬大手のマイランの共同創業者の一人であり、退社後はアメリカン・ルマンシリーズの買収、息子のダニエル・パノスが創業したスポーツカーメーカーパノスへの出資など、米国のモータースポーツ界に多大な貢献をしている。1935年2月13日、イタリアからの移民2世として、オハイオ州アライアンスに生まれた。ウェストバージニア州ルイスバーグのグリーンブライヤー、ミリタリースクールに通い、後の妻ナンシーと出会う。二人は、その後、共に在日米軍での勤務を経て、ピッツバーグに帰国した。帰国後、まずは、デュケーン大学で経営を学ぶ傍ら、2軒のドラッグストアを運営した。1960年、ミラン・パスカーと共同で、ミランファーマシューティカルズを創立し、経営の陣頭指揮を取るとともに、ニコチンパッチの開発、商品化に当たった。しかし、ニコチンパッチをめぐる社内の対立に巻き込まれ、1969年にマイランを退社すると、やはり彼が創業したエラン社のあるアイルランドに移住した。パノス夫妻はその会社をニコチンパッチのリーディングカンパニーに育て上げた。その他、ワイナリーやスパリゾートなどの経営にも乗り出し、巨万の富を築き上げた。1989年、ドンは息子のダン・パノスが自動車メーカーパノスを創業するのにあたり資金提供した。当初ドンは息子の会社の成功に懐疑的であったとされた。しかし、自らのレーシングチームをルマン24時間レースに参戦させ、マリオ・アンドレッティのようにモータースポーツ界で名声を得たいという野望のため、ドンはビジネス界で築いた地位を存分に活かし活動した。パノスモータースポーツは1997年にパノスエスペランテ GTR-1 を製造してルマンに参戦を果たした。1999年、パノスはヨーロッパスタイルのカーレースをアメリカに普及させることを目指し、アメリカンルマンシリーズを創設した。2018年9月12日、膵臓がんのため死去。83歳没。今日パノスが所有する企業、資産のうち、主なものを下に挙げる。エスペラント、デルタウィングなどの生みの親、ドンパノス氏が死去とスポーツウェブ、2018年9月12日。ありがとうございます。